はい、ではただいまより12月16日ブレイブルーコロのファンタズマ第1回初級者限定初代歌大会やっていきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ盛り上がっていきましょう。第1回戦エアコンアズラエル対テルオジン。はい、エアコンさん、テルオさん、はい、じゃあじゃんけんをして席を決めてください。最初はグーじゃんけんぽい、ワンピーで、はい。じゃあ、ワンピーが座るテルオジン、ツーピーがエアコンアザエル。さあ、紹介を送りました。私、本日実況と進行をやります。スケと申します。よろしくお願いします。ブレイブルー全然わかりません。そうですね。まあ、後ろにサラシモニターもあるんでね。おっきいのに見たい人は、あ、初めてやりたいですよ。Please select your character. ちなみに次は、リンゴキッサさんとバリケンさんになります。ジン・キサラギ。さあ画面の 1P 側テルオジン、 2P 側エアコンアズラエル、エアコンアズラエル。すいませんね。さあ強キャラと言われるお二人、さあ開幕、エアコンさんが空中で拾っていく。さあアズラエルといえば何といってもこの弱点、そしてジンはこの高速中段から崩し、全てが高性能なジン、そしてワンチャン芸に引いてるアズラエル。さあ一人だけ北斗の剣をやってくれるのか。さあまずはお互いに差し合いというところか、弱点もつけられず、ジンが空中から落としてくる。さあここでまずはバースト。さあここで黄色弱点当たって、さあここでアズライガーもバースト。さあ拾い直して、さあここでラバーを突っ込んでブラックホークスティンガー。さあしかしライフは同じぐらい。さあここで凍って追撃をしていく。さあ美容に残って最後はジンが暴れる。まずは、テルオジンが1本。さあ2本目。さあアズアイルがうまく弱点をつけさせてもらえなかった。さあまたしも崩してここの投げは抜けていく。さあぶっ込んで、さあ裏回ってからタイガー。さあ落として 6C で突っ込んで画面足3段入れて裏回りから、さあここでガードされてジンガーが破壊取っていく。さあなんとか相手の強をついて刺していきたいと。さあ離して、さあ透かして投げてここでバスト。さあぶっこ抜いた。さあここでパナッシュ当たる。後ろだ。しかしライフは同じぐらい。さあまたしてもパナッシュ、これは透かして、さあテルオジン勝利、おめでとうございます。さあ続いてゼロ回戦もう一個、リンゴキスターマネ対バリケン、バリケンアイン、まあジジイ、はい、リンゴキスタさん、あごめんなさい、キスタ紅茶か、ごめんなさい、紅茶さんですね。はい、リンゴ紅茶さん、バリケンさん。はい、じゃあ、こうじゃんけんお願いします。まあ、特例でいいです。ただ、動画税で多分突っ込まれると思うんで、ごめんなさいって、後でコメントしといてください。まあ、しょうがないです。まあ、自己申告してくれるだけマシです。気がついたら2段とか1段結構あれなんでね。はい、
さあどうぞ、ワンピー側、アマネス、リンゴキ、ポーチャーマネ。スービー側、バリケンのバルケンハイン。さあ。さあ、早くもワンピー側から叫び声が聞こえる。さあ、バルケンハインも A ランクと言われている。ランク2でよく見てる、そんなこと書いてあった。さあ、フルステイの当てる。そして対して、アマネはまだまだと。これからの伸びしろ、頑張っていただきたい。さあ、ドリル伸ばして。さあ、ジジイがぶっ込んで中断。さあ、ここで変身して、置き攻め。さあ、バリアでちょっと距離いったが。さあ、バルケンハイン弱くなったと言っても、崩し性能は上がってると言われている。あそこね、さあ最後も切っていく。さあキャラクターが多いこのゲーム、知識を蓄えるだけで一苦労。さあアマネも的確に距離を取っていきたい。接近戦はちょっと厳しい。アマネ、さあそれを咎めていくか。ジジイ使い、さあ高速で下って落としていく。さあ持ち上げてコンボ。さあ技の隙に差し込まれて、さああまりジャンプは揺れが空中制御は多い。うまくいなしていきたいところ。さあドリル当たって、ドリル当たって、さあ距離を解く。最後はぶっ込んでバルケンハインの勝利、おめでとうございます。じゃあ1回戦下からやっていきましょう。ね、じゃあこっちの下からかな。エビさん、KY さん、そう言われましても、はい、下からこっち正解さん、こっちからやっていきます。KY さん、はい、じゃんけんお願いします。ワンピースーピー、ワンピースーピーです。どっちがいいですか？スーピーで、はい。さあワンピースがあるのはエビレリウス、スーピーがするのは KY 白麺。はい、次の司会は、ジンキシさんとレンさんになりまーす。Please select your character. あ、結構あった。こうやってこう。あ、なんかいい泥試合ができた。ハクメン、リリアス・クローバー。さあ、またしても出てくるな、強キャラ同士。さあ、ランクアップマッチと出ている。まあ、しゃあないよ、そらね。さあ、ワンピー側はエビレリウス、ツーピー側は KY 白麺。さあ、今日も母ちゃんとタンデムできるか。地味めの強強キャラと言われてるレリス。さあまず白麺、セオリー通りにオーバードライブ、ゲージを一括に取って、さあ母ちゃん出して消して、さあ上から落としていく。さあ白麺コンボがね、一発一発がでかいので、まだまだ逆転の目はあるぞ。さあめくって飛ばしていく。さあ画面端押し込んで、さあ微妙に酒を入れてるあたりがおしゃれな立ち回り。まずはエビレリウスが1本。さあ2本目、まあ白麺といえばこのね、優秀なリーチと破壊力と、そして当て身。さあいいところ見せていきたい。さあレリウスが画面足はめて、さあここで白麺が取り返す。ズシャズシャッと一発が重い。さあここでレリウスがガッガキャニーやバストして、さあ母ちゃんパンチ、ここで白面側もバスト。さあ BBC と落として追撃。さあ母ちゃん今日もよく働く。さあ浮かして、さあ空投げ。さあここでパナッシャー後ろ。さあここで
さあですね、ショートライブ最後だけ見したが、エビレリウス勝利おめでとうございます。はい、続きまして、レンバレット対ジンキチライチ。レンさん、ジンキチさん、じゃんけんお願いします。勝ったのはレンさん、ジンキチさん、ワンピー、ツーピーどっちがいいですか。ワンピー、はい。さあ、ワンピースさんはジンキチライチ、ツーピーガスはレンバレット。ちなみに次の試合はシリカタオカカとメティルノエル。Please select your character. Barret. ライチ・フェイレ。さあ、ワンピーガーはジンクチ・ライチ、ツーピーガーはレンバレット。まあ、ライチもね、強キャラ言われてますけども、バレットの破壊力、どこまでいけるか。さあ、ステージ決めていきましょう。さあ、開幕棒落として、さあ AB ジャンニー B で落ちてくる。さあまずはバレットヒート1段、さあジャンディ当てて2段、さあジャンシー当たってここでバスト。さあ A、 さあ6当てて、さあこのジャンディが本当にバレットは強い。さあガードされてヒートが解ける。しかしここで取り戻す。さあツバメ、さあ投げてフリント 6C、 次がちょっと安い。さあ投げ持ってきたところ次できない。またしても投げるフリント。さあここで、ハンソンフィストか。さあジャンディガードして、さあ投げつかる。さあ 6B のところにツバメで暴れて棒で差し返してくる。 4B、 さあ雨吹かして浮かして 4B で浮かして3つ。さあ水泳ちょっと安い。さあここでバスト。さあ棒を戻して、さあ最後は国士。さあ2本目、さあバレットが下段で崩して、さあ投げていくフリントして 6B 追撃できない。さあ空投げして、さあ今度当たったが、さあロンディ 6D からが追撃して、さあずらに出てくる100歩。さあ空投げして 2B、4B、 さあ1通が当たらない。さあやっとバレットヒート上げて、さあ棒を警戒するとアフターバーナーが打てないっていうね。さあ裏から降りてきた B で拾えない。さあヒートで暴れて、ヒートでドライブで暴れたんだね。さあシフ巻いて、さあ投げていく。さあ取り返したバレット。さあジャンエで暴れて、さあしっかりとジャンニーリーの2下段目ガードできている。さあボトワシから安全近く。さあここでオーバードライブして、お互いにボトオーバードライブ。さあオーバードライブ中はねヒートが途切れないんで追加できる。さあちょっと安かった、ツバメで暴れて投げは抜けていく。上方向の満点棒。さあお互いリソースは結構消費した。ここからは人間性能。さあライチ落としてきて、さあ空投げ取ってく。うまい。さあ 2B、 4B、 さあ1通が出ない、もったいない。
さあライチ大幅リード。さあまたしてもパラしていく。さあ陣吉ライチ勝利おめでとうございます。